ハローエブリワン、シンプルでカジュアル46です。マサノシンです。早速だが今回使っていく6体のイントロダクションやっていこうか。 DJ ヨロさん、よろしくお願いします。 OK、 まずは左上から HP 種族値まさかの1、ポケモンから随所変わり者抜け人。 HP 種族値は1ですけれども、不思議な守りで守られてますよ。攻撃防御の2冠達成、種族値なんと5、幸運の女神ラッキー。いや、未完達成って言うかなそれ。めっちゃ弱いけど、はい。防御特防のキングがまさかの選出、特攻種族値10、ツボツボ。ちょっと攻撃方面はね、ちょっと弱いんです。すいません。こいつの辞書に忍耐の2文字はない、特防種族値20、キバニア。どうなってんねん、特防種族値20って弱え。マサノシンと双璧をなす足の遅さ、おい。素早さ種族値5。生こぶし。俺が運動会で毎回最下位やったことがバレろうが、やめろ。総合種族値175、寂しがりのスペシャリスト弱し。いや弱いな、名前通りやな。でも群れた姿は強いんです。はい、ということで最低種族値集団のこの6体で臨んでいこうと思います。はい、なるほど。今回のコンセプトはそれでやっていくと。はい。そして弱しラッキー生こぶしのこの3体が基本選出。なるほど、はい、はいはいはい。さあこれでね、今回のウィジェン白星スタートを飾っていきたいなと思います。なるほど。けど意外に勝てそうなパーティーの見た目しとるけどね。そうね、まあ耐久日に関してはねそこまで心配ないんやけど。そうね、なさそうやな。うん、やっぱ課題はね、あの火力、といったところでしょうかね。まあただ弱しがその火力の化け物と群れた姿になることで、まあそこそこのパーティーになってるんじゃないの。はい、ということでマインさん対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあランドロスで先手出しがち、めっちゃ出しがった。まあこれはねやっぱり裏の抜け人にね感謝しないか。そうね、はい、あそうなんや、はいはい。やっぱ抜け人がね、ステロをね呼ぶ、あのリザードンとかウルガモスのね、双璧をなすと言われてますから。はい、あーなるほど。確かに抜け人はもうステロを巻かれた時点でステロ食らっちゃったらもう死んじゃいますからね。うん、そしてここはねもう Z をぶっ放していくと。おお、水 Z ここでもう一気にぶっ放していく。はい、はい、あとも帰り、オッケー、全然構わんぜ。なるほど、ステロを巻いてくるポケモンはイヤータイプか地面タイプだから、はい、相性がいいのかこのパーティーと。はい、それで弱足を先発で出して、はい、まあ交代されてもね、うん、なるほど。まあ水 Z でね致命傷を負わせるというね。なるほど、メタグラつきましたね。はい、やっぱ群れ取ったら弱し強い。あるあるやな、なんか、うん、日常生活でも見るけど。いや、はい、人間界にもおるよねやっぱり。なんか、集団でおるとめちゃめちゃね喋るとか生きがるやつおるけどね、うん、一人になると全然喋れんっていう男いっぱいおるもんね。いやまあ好きにやらしてやれ。あもしかしたら俺たちもその一員なのかもしれん。いやー、いや、そうやな。だって一人でやっとけって話やもん。確かに、うん、一人で喋れるなら。おい、特大ブーメラン飛んできて心が痛いんですけど。いやすごいブーメランだったね今。喋りながらちょっと俺も思ったもん、うんうん、心臓引き裂かれたわ今。いやー、弱しだけにメンタルが弱しといったところ、ね、おい、こういうとこやろうが絶対。、はい、これ多分一人で言ったら多分ね全然面白くないっちゃうね。いや、やばいよね多分。一人実況で、うん、まあ、弱しだけにメンタルが弱しといったところでしょうかって言ってピーってなるもんね。多分チャンネル登録者1000人減る。やばいやばいやばい。言った瞬間に1000人返す。積み上げてきたものが半分失うんかい。でけえ半分。まあここでちょっと実況戻ると、うん、まあ生こぶしが今回物流系、はい、ゴツゴツメット持ちの物流系。なるほど、 Z 上そしてラッキーが特集系。はいはいはい、やっぱこのね、まあ、2枚看板がえらい強い。あー強いね、確かに。もうさっき硬い爪欲しいの雷パンチこのダメージに抑えてますからな、生こぶし。うん、強すぎやろ。雷タイプめちゃめちゃね、うん、飛んできやすいんですけど、水タイプも3体いるし。あの電気タイプって言って雷タイプ。うん、何雷タイプ。やっぱ弱足を先発で置くとやっぱ雷タイプの技がね飛んでくるんで。なんで電気タイプって言わんの。うん、なんで。さあやっぱねちょっとね、まあ、種族値最低手段っていうことまでタイプの、ね、相性っていうかタイプバランスがすごいことになってるけど。確かに水3体うん。必要ねそんなに。さあ雷パンチで落ちて、さあここは自己再生で、うん、なるほど、しっかり回復。はい、素晴らしい。はい、てか相手の服装なんか雷色やね。なんかいや雷色、まあまあそうね、そうね、うん、黄色やね、うん、
あーでもなんか雷色の服あんま好きじゃないな、ちょっとおしゃれな感じはするけど。あ、その黄色、俺黄色好きやけどね。うん、いやでもなんかちょっと派手かな。あ、どんな服装が好きなの逆に。じゃあ、あーやっぱ俺はもっぱらネズミ色かな。グレーでええやろ。ネズミ色はえぐみが増すやろがい。やっぱりネズミ色かな俺は、うん、なんでグレーって言わんのそのこだわり何、うん、あのネズミ色って言ったら急に汚く見えるんよ、うん、聞こえが悪いネズミ色。やっぱこの時期やったらね、やっぱニットかな女の子は。あーニットいいね、うん、やっぱニットはちょっとね、うん、よだれ出るね。よだれ出る、うん、お前表現の一つ一つがえぐいね。うんやっぱね、このちょっと積みコーチがちょっとね、ラッキーにとってはちょっと嫌。ちょっとポケモン戻るね。そうね、積みコーチか受けるくもちょっと弱いって言うしね。あ、そうだ、俺のペースでめちゃめちゃハンドルですね。ハンドルで暴れ回るもうグラグラしてる車内が。うん、右はい左はい右って言うもんね。いやいやいや、あら山道を走っとるやろ。おマックや、ちょっとドライブスルーしていこうとか言って。うわ腹減ってねえのにマック読んな。あこっち腹減ってないねん。あじゃちょっと待って、ここなんか Z 飛んできそうやな。あ確かに、うん、一回なんかね悪巧みした後の、うん、あの電気 Z でボルトロスのね、うん、でラッキーちょっと致命傷った記憶あるんで。あそうなんや。ここちょっとね Z 読みで生拳で下げときます。あなるほどなるほど、はいはい、ずっと来る。おすげえ。まあ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 、まあ、すげえや。はい、このパーティー使って読むやつおらんよ。多分。いや、やっぱね、うん、分かった。ちょっともう Z よって書いてあったもん。顔ウルガモスの額に。うん。見えるんや。うん。俺には見える。じゃあ早よ2000行ってよ。あそれ見えるなら。ちょっと真剣にねこのシーズン行ってみようかなとは思うけど、行ってみようかなっていうかちょっと目指してみようかなと思ってるんで。そうね。はい。あの壁がすごいよな、あの1900付近の。うん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 。その辺までは行ってもね、そこからの壁が。そうそう、うん、ちょっと頑張ってみようね、二人でね。シーズン頑張ってみましょう。はい、ということで生拳、はい、ありがとう。ありがとう。うん、やっぱりね、あの弱小校が、うん、弱小校っていうか、まあ、公立校が強豪の私立に、うん、で部活で勝つためにはやっぱりね、うん、頭とかね、いろいろ使っていかんと勝てんもんな。あ、まあそうね、弱いチームだとなおさらやね。うんうんうん、うん、こういう最低指導者集団っていうのはやっぱり、うん、こうやって頭をねしっかり使っていかんと勝てない。なるほど、うん、確かにその通りやな。あのなんか選抜、あの高校野球の選抜のさ、うん、出場校、お前滑舌ボロボロやな。なんか出る高校が決まったやん。うんうん、その中にさ、なんか近畿大会ベスト4で、うんうん、公立校が、はいはいはい、なんか京都の高校があったんやけど、あのグラウンド200分割してどこに打球が飛んだか傾向を見ていくとかするところ。そう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 、野球の野球のねズバリ、うんうんうん、すごいよあれは。やっぱそういうこと見るとやっぱ俺たちもね、うん、やっぱこういうパーティー使っていく上でね、そういうことをしていかないかんなーっていうね。なるほど、うん、めちゃめちゃ思わされたわ昨日のニュースで。確かに、うん、なんかすごいためになるなそれ。ためになる。うん、やっぱポケモンだけしよってもね、やっぱりちょっといかんなとは思ってきた最近。ああなるほどね。というと、いろんなことからしっかり吸収して、うん、それをポケモンバトルに還元していくと。なるほど。うん、はい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 。だからねちょっとね、うん、そういうことで言うとやっぱラッキーにね、なんか、うん、まあラッキーってメスやん今回。うん、メス、ね、まあメスしかおらんんやけど、うんうんうん、やっぱラッキーね今回、まあ毒相手巻いてるんで、はい、まあ一生卵産みしてもいいかなと思ったんですけど、うん、なんかメス女の子にね、なんかずっと卵産みさせとくのもちょっとなんかね。分けろお前、現実世界とポケモン境界を。なんか良くないなと思ったんで、ちょっとステルスロックを巻いてみたりと。あーなるほどね。でもここは卵産み、まあ、確かに女の子にずっと卵だけ産んどけばいいんやっていうの多分ヤクザぐらいやもんな。あー本当にそう。漫画とかで見たことあるけど。そうで、ヤクザ、うん、現実世界のヤクザはね優しいかもわからんけど、うんうんうん、ちょっとねここちょっと保険かけとかんと、もしかしたらヤクザになんか燃やされるかもしれない。いや怖いわ。この前そういうニュースあったよ。なんか何か暴力団が、うん、ラーメン屋燃やしたっていうニュース。いやいや、マジちょっとえぐいわと思って。豪快すぎるやろ。いやいや、豪快とか、なんでよ。ちょっと不謹慎で申し訳ないんですけど、なんでラーメン屋なんよ。いや、なんか
服従させたかったみたいな。うわ怖っ。いやでも危ないわそんな。危ないね、うん、うん、ちょっとね良い子も見とるけんね。ちょっとそうね、うん、つか良い子しか見てないから。あ良い子しかいない。いや怖いわ、おったら。うん、おったら怖いね。いやでもそういう人たちにもちゃんと俺たちは優しくしていかないか。そうねそうね、あんまり関わらんようにはしとこうでも。そうやな。うん、はい、毒々入れて、これはもう勝ちかな。ああはい、ちょっとね物議を醸す話題を出してしまったけど。そうねそうね、まあまあでも、うん、まあ俺らのね思ったことを好きなように喋るっていうのが、うん、私たちのスタイルだと思うので。まあ目をつぶってくださいというね、はいはいはい、話でございました。そういう話でした、すいませんね。はいはいはい、こうさん、はい、対戦ありがとうございました。はい、さあマッチングしました、さえりさん、対戦よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さえりさんに音符マークツイートあたり、なんかもうプロのあれ感じるね。プロのあれ、あーやっぱ演歌歌手のね、あの、うん、天城越えでおなじみのねさえりさんでございますよ。いやそれさゆりや、石川さゆりさんのことやそれ、うん、ああさゆりか、これさえりさんやけん。あ、うん、お前ゴミみたいな天城越え聞かんでいった、こっちはめっちゃ尺取ったのに。間違っとったんか。クソギ声聞かされたわ今。すいません石川さゆりさん、もし見てたら、うん、すいません、ちょっと不快な思いさせてしまってすいませんでした。見るかいな、おい石川さゆりさんが、そこまで暇じゃのう。さ、ちょっと重たいぞ相手のパーティー。重、不思議まな撤回がちょっとやべえな。ただうちのパーティーは、うん、まあキバニアがねすごい、うん、なんて言うんだろうな、最終兵器なんで。なるほど、道連れマシンやけんね。うん、道連れでどうにかね、うん、俺たちのプレイングでうまく道連れしていくと。うん、サメ肌の道連れが読まれることあっても、キバニアの道連れが読まれることはまずないと思うけどね。まあキバニア何してくるか絶対わからんからな。うん、うん、まあそれを信じてキバニア先発の生拳ラッキーっていうね、はい、基本の、あ、基本の選出を、基盤でね、うん、添えていきたいと思います。うん、おお、基本に基盤にいろいろ。はい、ということでさゆりさん対戦、あ、さゆりさんじゃねえや、さゆりさん対戦よろしくお願いします。うん、石川さゆりさんじゃないけどね、さゆりさんお願いします。いやね、今ねちょっとさゆりさんがレート1800と、うわ高い、強い、いやめちゃめちゃ強いんで、まあ僕たちからしたらめちゃめちゃ強者なんで、うん、うん、下克上やな。まあ天城越えならぬね、うん、レート1800越えで、ぶちかましていきたいと思います。おお、なるほどなるほど。さあガブリアス、ガブリアス、はい、これもう出しがちはもうやばい、8割以上出しがつ、これストレ巻きに来たぞ絶対。ああ、ここは守らずに凍える風、はいはいはい、助けありますしね。ああ、うん、オッケー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 、だろうね、だろうね、はい、一回守るの定石だからね。抜け人がね、裏で、うん、試合には出てないけど、うん、相手のセンスを読めるっていう。さらにやっぱ抜け人で気合の助けっていうのがめちゃめちゃ、はいはいはい、まあ、多分抜け人は気合の助けかなって相手思うと思うので、うんうん、多分キバニアの助けは読まれないと思うんですよね。確かに、うん。その前に4倍の凍える風でこのダメージやばないこいつ。確かに確認言ってないんかい。弱すぎるやろ。やっぱ特攻種族値がね基盤には全然なかったし。あーそうね、やっぱ進化前よ。うん、やっぱそうか、進化、弱い弱い。いや進化前の進行値を出さんでいいってお前。秋ぐらいの寒さしか与えられてないよ。いやいや、ちょうどいい、ちょうどいい寒さや。なんなら涼しい。うん、ちょっと薄着した寒いよぐらい。うん、ちょっとどうしようか、ここちょっと一回守るで、うん、宿り気があるかをちょっと見たいっすわ。あーなるほどなるほど、うん、まあ、それでちょっとね戦略を変えていきたいと思います。まあ相手1800でこちら1648、うん、レート差150ありますから、はい、うん、考えていかないとね、勝てないと。いやそれくらいしていかんとね本当に、うん、さあここは何をしてくるか。さあヘドロ爆弾か、ヘドロ爆弾か、だったらキバニアでも枯れるし、いやでもどうだろうな、不思議だねで、あ不思議なんじゃねえや、ラッキーで狩るかな、どうしようかな。ただそうね、どうだろう、ヘドバクギガドレインでも宿レギ絶対打ってくると思うんよね、ラッキーのこと考えると。うん、やっぱキバニア、うん、キバニアとね不思議バナの対面すごい悪いから引いてくるのが当たり前なんで、うん、ここで攻撃してくれってことは多分宿レギはない。そうね、攻防性かな、うん、かもしれんが、攻防性なら、うん、あの PP 切らせるわ。まあちょっとねすごい長引くかもしれませんが、うん、まあしょうがない、うん、このパーティーに火力がない分、いやまあそういうので頑張らない関係ね。うんうんうん、はいはいはい、
弱いチームっていうのはそう時間をかけて時間をかけて相手を崩していく。そういうことマジでそういうこと本当に、はい、野球でもそうやマジで野球でもそうやね確かに。めちゃめちゃファールで粘ってピッチャー球数を投げさせていくと、うん、そうバントで揺さぶりをかけてピッチャーのスタミナを減らしていく、うん、そういうことせんと勝てんからそう、うん、ポケモンも適材適所よねやからポケモンも本当にそういうことやマジで、うん、強打者とかもおらんから、うん、弱いチームには、うん、まあなんだろうな、うん、まあマサノシンで言うならば、うん、はいはいはい、やっぱ足はめちゃめちゃ遅い、めちゃめちゃ遅いです僕、ただめちゃめちゃ力はあると、まあまあそうですね、スタンドに放り込むほどの力がある、はい、まあ4番打者タイプ、まあそうですね、はい、まあ、対する僕ヨロちゃんは、うん、まあね足がめちゃめちゃ速いけど力はないと。うわ待って、おい俺と対局な場所におるよ、これがチームです、おいポケモン全く関係ねえ、まあ、こういうのがチームにとってはめちゃめちゃプラスであるというね例ですわ。野球ではプラスかもしれんけどポケモンでは全く関係ねえ、足の速さとか力とかまあまあまあラッキーはね、攻撃防御ないですけども、うん、うんうん、まあ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 チームでカバーしますっていう、ね、ことですわ。それが言いたかった、うん、ちょっと、うん、寄り道すごかったけど、うん、寄ったね、うん、めちゃめちゃ寄ったわ。さあここ卵帯で、はい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 、回復しながらマジで泥試合だな、でも文字通りの文字通りの あのヘドロ爆弾の泥っていうか、おい、ああすごいよお前まだ慣れんの、なんかもう慣れたかと思ったわいちいち感動してくれるあたりなかなかいいね、虹も気づかなんだよいやーいいね、なんかこういう女子は、うんうん、なんかめちゃめちゃリアクションがいちいち新鮮っていうね、あーおるね、うん、いや飽きてくるよ多分ずーっと住んどったらさ、うん、そうね、絶対飽きてくるやん、うん、俺らのボケに対してもさ、なんかはいはいみたいな、確かに、もういいもういいとか言ってね、そう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 、うん、あるある、うん、それをやっぱ、ね、いつまでも新鮮なねリアクションしてくれる女子っていうのはやっぱ俺からしたら結構、うん、急に感慨深く並んでくれ、ごめん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 じゃねえ何や今の話腹立つわ。いや、じゃあマサノシエンはどういう人がお好み？もう俺はうめえ飯さえ食わしてくれれば何でもいい。いやさすがデブさすがデブやわ、うめえ飯さえ食えれば料理がうまいね人がいいと、うん、やっぱ大事よね料理がうまい人がね、やっぱ大事。おっとちょっと自信に変えてきた。あ、やけん回復ソースねえんだ。うーんうんうん、両刀バナバナか。なるほどね。たださ、ラッキー種族値防御5って言う割になんか、うん、ね、なんかおかしくない？いや確かにいつも思っちゃう、なんか進化の奇跡持たせてもさ、うん、言うて種族値換算すると 1.5 倍で 7.5 かな、あうんうん、になるわけや、うん、硬すぎるんよね、うん、ちょっとおかしいよね種族値5って相当って、うん、だってキバニアのねえ、うん、特防以下なんやけど、ね、そう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 、あーっとなんか変なボルトロス出てきたよ霊獣じゃない、これ何ボルトロスだ、化身か、化身、ここ挑発とかなんか身代わりとか絶対してくる気がする。身代わりはちょっと嫌だな、うん、どうないしょうや、ここちょっとラッキー変えようかな、うん、キバニアで、うん、うん、キバニアに行きますさ、ちょっと攻撃技は多分ね、ラッキーに素で10万とか打ってこないと思うんで、うんうんうん、うん、ここで ねガブリアスを出してこないってことは絶対に変化技を打ってくると思います。そうね、いたずら心は向こうやしね、キバニアで、そう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 、はいはい、たまたまね、うん、うん、たまたまやったんや、オッケー、悪巧みはい、悪巧み、はい、このタイプで悪巧みしてくるんや、なるほどね、ただ変化技打てない、挑発も打てない、うんうんうん、なんでここは一回守るして、うん、まあ、Z 打たれたらもうちょっと、はいはい、さよならバイバイですけど、いやただ化身に Z 持たすか、ちょっと化身のね仕様がよくわからん、うん、結構お盆とかが多かったりするけど、そうよね、初めて当たるけど、そうね、7世代8世代7世代では8世代も飛んでしまった、初めてやな、あめっちゃ飛んだね、未来の話しようと思った未来から来た、さあこれ道連れ決まったな、これ変化技選んでないってことだから、そうね、あオッケーオッケー、10万決まったぜ、あこれキバニアで狩るっていうね、いああキバニアの道連れは読めない絶対、さあどんな気持ちですかキバニアに道連れされる、うん、どげな気持ちですかと、いやだってキバニアの総合種族値何よ、
キバニアの総合所属地、じゃあちょっと調べていきましょうか。235とかやった気がするよね。305でした。あ、305、うん、めちゃめちゃ低く持ってしまったけど。なんか攻撃特攻素早さまあまああるね。まあまああるね、うん、うんうん、まあまあある、うん、ただそんなのはもうほんとまあまあだからね。まあまあは伸ばさんでいい。でも90あるよ攻撃でしょ。うんうん、いやでもよ、まあまあやな、まあまあやから、うん。もう俺たちはまあまあは伸ばさん。そうね、うん、いいところだけを伸ばしていく、そういうことですわ。素晴らしい、うん、それがなんかどっかの塾でもあったな、なんかそういうなんかいいところを伸ばすみたいな塾あったな、なんか。何やその塾。うん、いやでも塾は弱点を補強しろ。間違いね。ああ、はい、ということでサリサ大佐ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは隊長、今日の動画星いくついただけますでしょうか。ズバリ星2つです。はい、次回は3つもらえるように頑張りましょう。笑いという名の花探せます。いや、めっちゃダセーな。